皆さんこんにちは。今日は、山口真帆さん初主演ドラマ白黒を見た、感想ということで述べたいと思います。もう結構日にちが経ちましたけど、私も見ましたね。結構後半の方に出てくるので、もう今か今かと待ちながら見ておって、無事出演されて、演技もねこなされていたということで非常に嬉しく思いました。ただその白黒のドラマですかね、筋書きがですね、私にとってはちょっと面白くなかったのは否めないんですよね。20年ぐらいテレビなしで暮らしていて、もうドラマとか全く見ないのでね、ちょっと面白いとは思わなかったんですね。もう時代はですね、もうテレビっていうのは5年ぐらいですかね、もうなくなって、昔はそういうのもあったんだよっていうふうになるんじゃないかなと思います。もう今ネットが普及して、もう YouTube とかにメディアが媒体が移っていく過程だと思いますね。で山口真帆さんもぜひね、YouTube チャンネルを持たれたらいいのにって思うんですよね。結構テレビ芸人とかがもう解説してね、すごい登録者数獲得されてますので、健音さんのその何て言うか方針とかあるんでしょうね。YouTube はダメとか、ファンクラブとかを作って、限定とかでやるっていうのが、いいっていう考え方なんかされてるのかもしれないですけど、こんだけネットとかが復旧すると、昔はその媒体が限られていたから、限定とかいうので価値を演出することができたんですよ。ところがですね、今限定、本当に人気があるもの、人が見たいものはどんだけ限定しようとしても、もう複製されてしまうので、要は限定できないことが人気の証みたいになっているんですよね。だから限定すればするほど、自分で人気がないって方向に持っていってるみたいな方向になるんですよね。だからもう限定っていうのは今の時代不可能だという考え方に立って、その YouTube とかで開かれた形で活動することによって、そこに広告がついて、それが収益に結びつくっていうのが、時代の流れだと思います。ので、ぜひですね、もちろんファンクラブとかは大事にされて、 YouTube とかで活躍されて、がっぽり稼いで、でまたファンクラブとか、限定のイベントもやってとかいうのがいいのではないかという、一素人の考え方ですよね。先ほどですね、山口真帆さんのツイッターを拝見したところ、メイク動画をですね、雑誌の公式チャンネルで上げられたということでね、私もね、男性なんですけどね、ちょっとねどんなもんかなと思ってね、初めちょっとね10秒ぐらいかな見ましたね。これからメイクしますっていうね、さあこれからメイクするっていうので、もう非常に美しいというかですね、美人、さすが健音女優っていう感じですね。これからメイクしますっていうの段階でもう非常に美人っていうのがですね、驚いたっていうか、さすがだなって思いましたね。雑誌のそのチャンネルも出られるのもいいんですけどね、ぜひご自身も YouTube チャンネルを開設されてはいかがかというのが私の感想になります。とはいえですね、今も、テレビはですね、重要なメディアではありますので、今後ともですね、ドラマなど、雑誌モデルとしてなど、ますますのね活躍を楽しみにしております。じゃあ今日は、このあたりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。